武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、早稲田大学の商学部の、入試について、まあ、2017年の過去問をもとに話していきたいと思います。でまず、英語の勉強についてですが、配点が80点で、時間が90分、大問が5題、出題されています。で大問5題の中で、まあ、マーク、記述、それぞれ出るような形となっています。で大問5題、構成としては、会話文が1題で、これは長文形式の会話なので分野別対策が必要です。で読解が4題、その読解の中に、まあ内容説明だったり空所補充、まあ、トゥル&フォールスだったり、まあ、あとは和文英訳や英文和訳なども、含まれているような構成となっています。でここに関しては、かなり読解、メインの、出題となっています。で、読解そのものの難易度に関してはこれは、まあ、早稲田の、中で特別難しいというわけではなく、まあ、早稲田レベルもちろんなってるんですけれども、早稲田の、レベルまで参考書を進めて過去問対策しておけば十分対応できる難易度かとは思います。で英作文と和文英訳に関してですが、これは専用の参考書分野別のものを追加してやる必要があるかと言われると、まあ英作文に関しては本当に書けないって人はやる必要がありますが、そもそも取る必要があるか、他の直文読解のところで取るなら別に最悪カットでもいいかなとは、思います。で英文和訳に関しては、まあ、正直そんなに長い和訳を求められるわけではないので、ポレポレなどをやって訳す練習をしていれば特に、まあ、和訳の参考書を使わなくても十分対応できると思います。まあ、自信がない場合には英文和訳練習などを追加しても、いいですが、基本的には、まあ、そこまでのレベルの長文なり解釈をしっかりやっていれば、十分対応できるかとは思います。でただやはりその難易度が大問に対して、まあ、制限時間に対しての大問数が結構多めなので、長文の構成考えるですね、なので時間が、押すかとは思います。特にその早稲田の問題解き慣れてない人だと結構細かく読まなきゃいけないので、そこに慣れることが大事なので、ここの対策としてはできるだけ早稲田の多学部を含めて過去問に触れて、時間内に終わるようにする。で早稲田の長文の要求水準ですね、どこまでやんないと答えが出ないのかってことをしっかり、理解する、でその上で解けるようにするってことを、意識して学習するように心がけてください。